皆さん、おはようございます。8月9日の聖書のメッセージを始めていきます。まずお祈りしますので心を合わせてください。天の父なる神様、暑い日が続いていますが、私たちの健康を支えてくださりありがとうございます。今から聖書のメッセージを聞きますので、よくわかるように助けてください。メッセージで示された光に従って歩むことができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日のメッセージのテーマはじゃらん、御言葉を聞くということですね。イエス様はこのことをとってもわかりやすく種まきの例えで教えてくださいました。では今日の暗唱聖句を見てみましょう。長いですね。頑張って覚えましょう。一度読んでみますね。良い地にまかれたものとは、御言葉を聞いて悟る人のことであって、そういう人が実を結び100倍、あるいは60倍、あるいは30倍にもなるのである。マタイによる福音書13章23節。今日はこの御言葉です。ではお話を始めていきます。イエス様が集まってきた人たちに例え話をしてくださいました。種まきの例えです。農夫が種をパーってまいたんですね。ある種はこのような道端に落ちました。道はみんなが通るとこですから、踏み固められた固いところですね。ここに落ちた種はどうなったかというと、パタ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 、鳥が飛んできてパックンむしゃむしゃ、パックンむしゃむしゃ、食べられてしまいました。またある種はこのように石がゴロゴロしているこんなところに落ちました。種は芽を出して成長しましたけれども、カンカン照りにあってしな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 って枯れてしまいました。またある種はこんな茨のたくさんあるところに落ちました。皆さん、茨って知ってますか？トゲがいっぱいあってチクチクチクっていう、そういう植物ですよね。こんなところに落ちた種はどうなったかというと、伸びていったんですけれども、茨に触れてしまって、それ以上伸びていくことはできませんでした。またある種はポロン、柔らかい、よく耕された土地に落ちました。ここに落ちた種は根を張ってどん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 成長してきました。そしてたくさんの実を結んだんですね。これは麦ですけれども、一粒の麦からこんなにいっぱい実が結ばれましたよ。イエス様はこの例え話の意味をお弟子さんに説明されました。じゃあどんな意味があるのか見ていきましょう。例え話の種のことですけれども、種には命があるので、こんなふうにどんどん成長していきますよね。皆さんは種を植えて何かを育てたってことありますか？朝顔とかミニトマトとか大豆とか、ね、収穫があると嬉しいですよね。この種は神様の御言葉のことを表しています。私たちは聖書を読んで神様の御言葉をたくさん知ることができます。また日曜日の礼拝では神様からのメッセージを聞いていますよね。で、この御言葉がまかれたその土地がありましたね。実を結んだ土地とそうでない土地がありました。種は同じなんですけれども、まかれたところによって実を結ぶかどうか、その結果が違っていましたね。これは御言葉を聞く心が違うっていうことなんですね。それではそれぞれどんな心なのかっていうことを見ていきましょう。まずこの道端、硬いところですよね。これはどんな心でしょうか？それは
御言葉を聞いても信じないっていう頑固な心です。神様なんて信じない、自分とは関係ないよ、イエス様の奇跡そんなの嘘だよっていうふうに受け入れない心なんですね。ここにまかれた種は鳥が来て食べてしまいましたね。御言葉を受け入れない頑固な心では、せっかく御言葉を聞いてもサタンがそれを取ってしまうので、すぐに忘れてしまうんです。2番目のこの石がゴロゴロしているこの土地はどんな心でしょうか。それは御言葉を聞いてもすぐにくじけてしまう心なんですね。ここにまかれた種は育っていきましたけれども、日が照ってくるとなやなやなやなって枯れてしまいましたね。御言葉を聞いて喜んで受け止めて信じたとしても、何か自分の辛いことがあったりすると、ああもうダメだ、ガタガタガタっていうふうにくじけてしまう、そういうことになってしまいます。じゃあこの3番目の茨がたくさんのこの土地にまかれた種、この心はどんな心でしょうか。それは御言葉を聞いて成長するんですけれども、従わない心なんですね。ここにまかれた種は茨が塞いで、それ以上大きくなれませんでしたね。神様のことよりももっと違うことに気持ちがいってしまったり、楽しいことがあると、わああれやろうこれやろうというふうに神様が2の次3の次になってしまったり、またいろんな心配があって、あれが心配これが心配とかね、あ忙しい忙しい、あれしなきゃこれしなきゃっていうふうに気持ちが神様になかなかいかないで、いろんなことによって御言葉をその通り実行できない、そういう人のことなんですね。そんなふうになってしまいます。ではこの4番目の柔らかいよく耕されたこの土地、これはどんな心でしょうか。御言葉を聞いて素直に受け止める心なんですね。そして信じて実行していきます。ここにまかれた種はどんどん成長して実をたくさん結ぶことができました。そのように御言葉を素直に受け止めて、その通り従う人は神様にも周りの人にも喜ばれる、そんな人になるんですね。イエス様は御言葉を聞くときに素直に受け止めること、そして信じること、その通り実行すること、これが大切ですよって教えてくださったわけですね。皆さんの心は今どんな心ですか。素直にイエス様の言葉を受け止めて、よしその通りやってみようって思っていますか。それとも、まあ、そんなの信じないって思っていますか。こんな頑固な心でしょうか。それとも信じてはいるんだけど、何か起こるとああダメだってくじけてしまう心でしょうか。または何か都合が悪いことが起こったり、自分の思う通りにならなかったり、他に楽しいことがあったり心配事があったりすると、ああもう御言葉に書いてあると分かってるけどその通りできないやって思うような従えない心でしょうか。今はそんな心であったとしても、神様によって心は変えていただけるんですね。お祈りして、神様今私はこんな心ですけれども、素直に御言葉を聞いて従う信仰を与えてくださいってお祈りしましょう。種には命があったように、御言葉が私たちの心に根付くと、神様によってどんどん成長していくことができるんですよ。神様に信頼して、これからも御言葉を読んで祈って信じて従っていきましょう。それでは今日の御言葉ですね、この黄色いところが大切なところになります。種もまいて、それがどんなふうになったかということを思い出しながら、この御言葉を読みましょうね。よい地にまかれたものとは、御言葉を聞いて悟る人のことであって、そういう人が実を結び100倍、あるいは60倍、あるいは30倍にもなるのである。マタイによる福音書13章23節。長いですけれども、この御言葉
種まきの例えと一緒に覚えておいてくださいね。では最後にお祈りをして終わります。天の父なる神様、今日は御言葉をどのような心で聞くかということを教えてくださりありがとうございます。日曜日の聖書のメッセージを聞くとき、また聖書を読むとき、神様の御言葉を素直に受け止めて、その通り信じて従うものとしてください。頑固な心や、またくじけやすい心や従わない心をどうぞ変えてくださって、神様に喜ばれるものとしてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは今日のお話終わります。暑い日が続きますが、皆さん元気で過ごしてくださいね。それではさようなら。元気でね。